こんにちは。ポケモンソードの最小勝利回数縛りの11回目です。前回すべてのバッジをゲットしたので、チャンピオンカップのトーナメントに参加するため、シュートしてを目指します。10番道路を通ります。前回は野良のトレーナー戦がなかったですが、ここはたくさんのトレーナーが多分戦闘必須なんじゃない？最初の避けられないトレーナー戦は、ドクターのミノルです。この世界のドクターはみんなブラック仕様な顔色をしています。サーナイトだったのでエスパーに強いシャンデラに交代しましょう。サーナイトは看護師さんイメージでしょうか。瞑想で特防が上げられてしまったので弱点ついても一撃では倒せなさそうですね。シャドウボールで結構削れます。相手のフェアリー技は半減です。倒しました。サクサク行きましょう。次は上のトレーナーと下のトレーナーどちらかを倒さないと先に進めないと思われます。よくわからないので下のトレーナーを倒して進みます。タクシードライバーの光太郎。相手はアーマーガー。ゴリランダーは出し負けなので交代しましょう。相手のドリルくちばしも痛いですが、特殊炎はアーマーガーに効果的なので火炎放射でゴリをしましょう。もし仲間に炎ポケモンが入らなければ、ここ地味に鬼門になっていたかもしれないですね。ゴリランダーはなすすべなくやられていそうです。その時は別のトレーナーを選べばいいのでしょうか。次はフライゴンです。ドラゴン地面なので有利なフェアリー飛行のトゲキッスの出番です。効果のないドラゴンテールも、まだこの段階の AI さんも使ってくるんですね。倒しました。次は山男の額です。この辺りのトレーナーは順番に並んで道を塞いでいます。相手はギガイアスなのでゴリランダーの出番ですね。岩技はパーティの5分の4が抜群です。攻撃が135、防御が130とステータスも高く、特防は砂嵐による効果で岩ポケモンは 1.5 倍になるのでそちらも高く、性能的にはかなり高い相手です。次はサイドン。は地面が草4倍です。地味に覚えている角ドリルが一撃技なのでうっかり倒せないと危ない相手かもしれません。見えないように進んでるのに画面外から勝負を仕掛けてきます。ジェントルマンの十四郎。火だるまは出し負けなので炎ポケモンで耐久の残っている丸役でに。半減でこの威力なのはさすが火だるまですね。火だるまは専用の特性ゴリム中の効果で、同じ技しか出せなくなりますが、1.5 倍の威力になるというチート特性です。対戦だとここにこだわり鉢巻きもついて手がつけられなくなりますね。この火だるま、なぜか挑発を覚えているらしいのですが、それを使わせれば挑発を打ち続けるだけのマシーンになって余裕になるのでしょうか。回復しながらチャンスを待ちます。お、外してくってましたね。2連外し。倒せました。単角闘のタイレースは、フェアリー飛行のトゲキッスで余裕ですね。
専用技の排水の陣で全ステータスを上げられるポテンシャルを持っていますが、突撃必須には相手が悪そうです。一撃。最初対レイツ見た時どう見ても虫タイプと思って騙されました。次のオトスパスも格闘タイプなのでそのまま行きます。最初オトスパスを見た時はどう見ても水アクタイプだと思って動いて全然違うのに騙された思い出です。このジェントルマン、炎だった火だるま、虫岩の対レイツ、水アクのオトスパスと人を騙す縛りではないでしょうか。とんだ紳士です。お久しぶりですと言われていますが、戦うのは今回が初めてですよ。相手はギギギアルとエレザードとのダブルバトル。エレザードのパラボラチャージは全体技ですね。雷は雨では強いですが、ここはあられです。苦手なワズの鋼タイプも突撃必須が和道弾で一撃です。エレザードも一撃。特防はありますが、物理防御はとても軽いポケモンです。次はオンバーンとトゲデマル。オンバーンの暴風や、さっきのエレザードの雷など、雨で効果の高いパーティを組んでますね。キャスターさんは、ただいまはあられですが、トゲデマルが特性頑丈ではなかったため一撃で落とせました。トゲキッスで倒してくれるとしてゴリランダーは適当に撃ってますね。ナメプしている間に暴風を当てられて一撃で落とされるゴリランダー、良くないですね。怒りの前歯ヒットポイントを半分にする技で問題ありません。終わりました。技魔信じたんだ。雪道を北に越えたら草原ののどかなマップっていうのはどういう地理なのでしょうか。シュートシティに到着です。スタジアムでトーナメントの開始です。最初はマリー戦です。ひっつき目はレパルダス。イチャモンがめんどくさいですが、ドレインキッスも和道弾も抜群なので大丈夫です。悪巧みで特攻を2倍にしていますが、威力55のバークアウトしか特殊技がありません。一撃です。次のドクロップハークタイプでなく、毒格闘タイプです。フェアリーは不利なので、4倍弱点のエスパー技を打てる球根に交代します。一撃では倒せませんがひるんでくれましたね。回復の薬も消費してくれています。終わりました。ズルズキンはフェアリー4倍なのでトゲキッスに戻ります。安心の一撃。モルペコは電気がトゲキッスに抜群なのでゴリランダーへ。こちらは瓦割りで弱点がつけます。一撃。最後はアクフェアリーのオーロンゲ。マリーちゃんの切り札はモルペコじゃないんですね。ドレインキッスで攻めていきましょう。
オーロンゲの巨大マックス。専用技の巨大旋律は 50% の確率であくび効果を相手に与えるかなり強力な効果だと思います。ただ相手が使ったのはダイフェアリー。これの効果でミストフィールドになり、フィールド効果で状態異常にならなくなるため、眠り状態にもならなくなります。巨大睡魔の効果が打ち消してしまう組み合わせということは、残念な組み合わせなのでしょうか。こちらもダイフェアリーで倒しました。丸枠でガカミクダクを習得。マリー戦、突破です。次は最後のホップ戦です。初戦の相棒はバイウルー。思念の頭突きを覚えているので、ゴーストで完封というわけではなくなりました。コットンガードで積んだ後に、回復の薬で回復は有効な戦術ですね。瓦割りで全然削れなくなってしまいました。それでもゴリ押します。のしかかりで麻痺まで受けてしまいましたね。ギリギリ残ってしまいました。このヒットポイントで起死回生を受けるとやられかねないので、シャンデラに交代します。しっかり起死回生を打ってきましたね。ゴーストで無効です。起死回生はヒットポイントが少ないほど威力が増し、1だと威力200になります。倒しました。次はカビゴンです。2連ノーマルですね。10万馬力で地面技でこちらのゴーストを倒してきます。シャンデラで火傷しないかなーってしてるのはナメプですね。なぜ煉獄なんて使っているし。弱点がつけるゴリランダーです。経験値のために先ほどのシャンデラを復活。ヘビーボンバーもまあまあ食らいますね。ヘビーボンバーは自分と相手の重さの差によって威力の変わる技で、カビゴンが460キロ、ゴリランダーが90キロなので約5分の1です。その場合は威力が120になるみたいですね。体が痺れて動けない。お金はいっぱいあるのだからいい回復薬をもっと買っておくべきですね。ケチっている分時間がかかってしまっています。倒せました。次は天敵のアーマーガーです。球根で行きましょう。火炎放射で攻めていきます。怖い顔で素早さが逆転されてしまいました。ニュアスで倒せました。次は電気タイプのバチンウニ。草タイプのゴリランダーの出番が多いですね。今回はジバンダで抜群を突くこともできます。相手も毒好きで草の弱点を抑えてきたので若干危ないですね。
2個しかないので若干ためらったすごい傷薬を利用。毒づき重いです。とどめを刺そうとしたら、体が痺れて動けない。急所にまで当てられて死んでしまいました。ガチンウニ怖い。丸薬でを出しながら回復しましょう。残りわずかの HP での呪いはデレ行動ですね。その間に回復します。デレ。倒しました。最後はインテレオン、ゴリランダーの出番です。なんとこのインテレオン、凍える風という氷技を覚えてゴリランダーの弱点をついてきます。いつものノリでゴリランダーを出し、初めてのダイマックスライバル対決スタートしております。ヒットポイントは減っていますが、ダイマックスすればなんとかなるかなぁと思っていました。やられてしまいました。実はこの最小勝利回数パーケは、氷技を持った水ポケモンに全て弱点を突かれてなすすべがありません。トゲキッスのレベルの力で受けてもらいます。さすがトゲキス硬い。回復で耐えながら相手のダイマックスを枯らします。ダイマックスが終わったので、相手の氷技読みで炎タイプをクッションに出しますと思ったら狙い撃ちしてきました。さっきまで氷技ずっと撃ってたのにひどい。丸薬でがなんとか耐えてくれましたね。水技読みでゴリランダーに交換します。なんとか言ってゴリランダーに繋げられました。回復して戦っていきます。相手は悪の和道、悪の和道威力80よりは、凍える風弱点の威力110の方が強いですが、出れたのでしょうか。2連続悪の波動で耐えられたのでドラムアタックを入れられました。最後のホップ戦勝利です。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。